ジャン・シベリウスは、後期ロマン派から近代にかけて活躍した、フィンランドの作曲家、バイオリニスト。フィンランドの最も偉大な作曲家であると広く認められており、同国が、帝政ロシアからの独立を勝ち得ようともがく最中、音楽を通じて、国民意識の形成に寄与したとみなされることも多い。スウェーデン系であり、出生時の洗礼名は、ヨハンユリウス・クリスチャンだった。 名前は、ヤンと表記されることもあるが、フランス語固有の綴りの名前であるため本校では、ジャンとする。親しい者からは、ヤンネと呼ばれていたが、貿易省であったおじがフランス語風に、ジャンと自称したのに習い、彼も学生時代以降はずっと、ジャンと名乗った。作品の主軸をなすのは7曲の公共曲であり、それらは、他の主要作品と同様に国内外で普段から、 演奏や録音の機会に恵まれている。その他によく知られた作品には、フィンランディア、カレリア組曲、悲しきワールツ、バイオリン教奏曲、クレルボ公共曲、トゥオネラの白鳥などがある。これ以外の作品には、自然、スカンジナビアの神話、フィンランドの民族女子詩に触発された100曲以上に及ぶ、ピアノ伴奏歌曲、 多数の儀曲への付随音楽、オペラ、等のを止め、室内楽曲、ピアノ曲、フリーメイソンの儀式のための音楽、21曲の合唱曲がある。1920年代の半ばまでは多作な作曲家で、あったが公共曲第7番、付随音楽、テンペストそして、公共詩、タピオラの完成を境に、残りの30年間は大規模作品の創作から、 遠のいてしまう。この驚くべき、謎めいた、隠居生活は作曲者の住居の所在地をとって、ヤルベンパーの沈黙と呼ばれる。彼が作曲を止めてしまったと言われることもあるが、完成に至らなかった、公共曲第8番をはじめとして、作曲の試みは継続していた。フリーメイソンのための音楽を書いたり、それまでの作品を手直しするなどしたシベリウスは、 新しい音楽の発展に興味を持ち続けていたものの、それが常に前向きなものであるとは限らなかった。フィンランドでは2002年にユーロが導入されるまで100、マルッカ紙幣にシベリウスの肖像が描かれていた。同国では2011年以降、旗の日でありシベリウスの誕生日でもある12月8日をフィンランド音楽の日として祝っている。 シベリウス生誕150周年となった2015年には、ヘルシンキ市内を中心に、数多くの特別演奏会やイベントが開催された。11歳のシベリウス1876年1865年12月8日、ロシア帝国の自治領であったフィンランド大公国の、ハメーリンナに生を受けた。スウェーデン語話者のイシクリスティアングスタッフ・シベリウスと、 マリアカルロッタシベリウスの間に生まれた子であった。生は、父方の祖,祖父が所有していた東、ウーシマー県の辞書、シッベに由来している。父は1868年7月に、チョーチーフスによりこの世を去り、後には、多額の借金が残された。そのため、当時妊娠していた母は所有していた。 不動産を売却し、同じくハ派リンナで夫に先立たれて暮らしていた、彼女の母親、カタリーナ・ボーリの家に、一家で身を寄せねばならなかった。こうしてシベリウスは完全な女性中心の環境に、育つことになる。唯一、男性的な影響を与えたのは、叔父のペール・フェルディナンド・シベリウスであり、彼は、音楽、とりわけバイオリンに関心を持っていた。 彼こそが10歳になった少年にバイオリンを与え、後に作曲への興味を持ち続けるよう激励した人物だった。シベリウスにとって、叔父のペールは、父親代わりだったのみならず音楽上の助言者でもあったのである。幼少期からシベリウスは、自然に強い関心を示し、家族でカキをロビーサの海岸沿いで過ごしにやってくると、頻繁に田舎を歩き回りに出かけていた。 彼自身の言葉が残っている私にとってロビーサは太陽と幸福の象徴だった。ハメーリンナは学校へ行く場所、ロビーサは自由な場所だった。ハメーリンナでは彼が7歳になるとおばのユリアが家にあったアップライトピアノで彼にピアノを教えることになるが間違った音符を弾くといつも拳をコツンと叩いた。シベリウスは即興演奏によって 上達を見せたが、音楽を解釈する勉強も続けた。後に転校することになるバイオリンの方が彼の好みには合っていた。姉のリンダがピアノ、弟のクリスチャンがチェロを弾いて三重奏を行うこともあった。さらに、近所の家々を交えて四重奏を行うこともあり、これによって室内学の経験を培った。この時期の彼の作品として三重奏が一曲。 ピアノ四重奏が一曲、バイオリンとピアノのための組曲に単調の断片が現存している。1881年頃、彼はバイオリンとチェロのための短いピッチカートの楽曲、水滴を紙に書き残している。ただし、これは単に音楽の訓練であった可能性もある。 初めて自分が作曲していると言及しているのは1883年8月の手紙の中であり、そこでは30奏を書き上げて他の曲に取り組んでいると述べている。両方とも少々お粗末な出来ですが、雨の日々にもやることがあるのは良いことです。1881年に地元の学長であったグスタフ・レヴァンダーからバイオリンの指導を受けるようになり、 すぐさまこの楽器に強い関心を抱くようになる。偉大なバイオリンのビルトオーソになると、心に決め、たちまち腕利きの奏者として、頭角を表した。1886年に、フェルディナンド・ダビッドのホタンの競争曲を演奏。翌年には、ヘルシンキで、メンデルス・ゾーンのバイオリン競争曲から後半に、楽章を演奏している。 こうした、器楽奏者としての成功にもかかわらず、彼は、最終的に作曲家としての道を選ぶのである。母語はスウェーデン語であったが、シベリウスは1874年にルチナ・ハグマンの、フィンランド語で学ぶ、予科校に入学した。1876年にはフィンランド語による、ハメーンリンナの学校への進学を許可された。 数学と植物学の成績は非常に良かったものの、彼は幾分ぼんやりした学生だった。留年しながらも1885年に学校の最終試験に合格し、これによって大学への入学資格を得た。少年時代の彼は、ヨハンの交互体に当たるヤンネという名前で知られていた。しかし、学生時代に、船乗りのおじの名刺に触発されてフランス語風のジャンを、 名乗るようになる。以降、彼は、ジャン・シベリウスとして知られるようになる。フィンランドで、シベリウスを教えたマルティン・メゲリウス1885年の高校卒業後、ヘルシンキ大学に進学したシベリウスは法学を学び始めるが、音楽への興味の方が圧倒的に大きかったためすぐさま、 ヘルシンキ音楽院に転入して1885年から1889年まで同校で学ぶ。彼の指導人の中には音楽院の創設者の一人でフィンランドの教育の発展に大きく貢献したマルティン・ベゲリウスがいた。独学だったシベリウスに初めて正式に作曲を教えたのは彼であった。他に重要な影響を与えた人物はシベリウスを教えた。 ピアニスト兼作曲家のフェルッチョブゾーニであり、二人は、生涯にわたる友情を育んだ。彼の近しい友人の集まりにはピアニストで、文筆家のアドルフ・パウル、指揮者となるアルマス・ヤルネフェルトもいた。この時期の主要作品にはグリーグを思わせるところのある、バイオリン・ソナ対蝶々がある。シベリウスは続いて、ベルリンへ赴きアルベルト・ベッカーに、さらにウィーンへ移って、 ロベルト・フックス、そしてカール・ゴルト・マルクに支持して、研鑽を積んだ。ベルリンでは、リヒャルト・シュトラウスの公共詩ドン・ファンの初演をはじめとした多様な演奏会やオペラに、足を運び音楽の見識を広める機会に恵まれた。また、フィンランドの作曲家であるロベルト・カヤヌスが自作の、公共詩愛のを含むプログラムで、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した。 演奏会を聴いているが、この愛国的な作品が、きっかけとなり、後年シベリウスが、女子史、彼ラを題材として作曲することへ関心を持つに、至ったという可能性もある。ウィーン時代には、ブルックナーの音楽に、とりわけ強い関心を示し、一時は、彼のことを、最も偉大な存命の作曲家であるとみなしていた。一方で、 ベートーヴェンやワーグナーの評価の固まった作品への興味も持ち続けていた。ウィーンにいた時期にはたびたび新しい友人たちとパーティーや掛け事に興じて過ごした。還元楽曲の作曲に目を向けるようになったのもウィーンの頃であり、序曲補聴長やバレエの情景に取り組んだ。彼らに霊感を得た還元楽作品。 クレルボ公共局にも取りかかる一方で体調を崩し、胆石の除去手術を受けて、健康を回復している。ヘルシンキへ戻ると間もなく、ポピューラーコンサートの場で、自作の除去と、バレエの情景を自ら指揮できる機会に恵まれこれを満喫した。クレルボ公共局の仕事を続けることもできるようになり、 次第に興味を発展させた彼はすべてをフィンランド語で書き上げたのであった。1892年4月28日にヘルシンキで迎えた初演は大成功で幕を閉じた。シベリウス1891年シベリウスが心に抱いてきたバイオリニストとなる希望をついに諦めたのはこの頃であった。悲劇だったのは私が何を犠牲にしてでも名高いバイオリニストに なりたいと思っていたことだった。15歳になって以来、朝から晩まで自分のバイオリンを弾いていたも同然だったのだ。ペンとインクなど大嫌いで不幸にも上品なバイオリンの弓を寄り、好んだ。私のバイオリンへの愛情は非常に長く続き、ビルトゥオーゾという過酷なキャリアへの訓練としては、始めるのが遅すぎたと認めざるを得ないと自覚するのは大変に辛いことだった。 ウィーンとベルリンで勉学に費やした長い期間に加え、1900年にはイタリアへ入って1年を家族と共に過ごした。スカンジナビアの国々、イギリス、フランス、ドイツで活発に作曲し、指揮をし、社交生活を送り、後にはアメリカ合衆国へも足を運んでいる。シベリウスがヘルシンキで音楽を学んでいた1888年秋、 音楽院の友人だったアルマス・ヤルネフェルトから自宅への招待を受けた。そこで彼は当時17歳の愛のと恋に落ちた。父はバーサの長官であったアレクサンデル・ヤルネフェルト大将、母はバルト諸国の貴族を出自とするエリザベト・クロット・フォニュル・ゲンスブルクである。結婚式は1892年6月10日にマクスモで取り行われた。 新婚旅行は、彼はら発祥の地であるカレリアで過ごした。この体験が、公共士、エンサが、連民会年組曲、カレリアの着想を与えることになる。1903年には、ヤルベンパーの、トゥースラ・コハンに二人の住まいであるアイノラが完成した。結婚生活の中で、二人は六人の娘を授かった。エーバ、ルート、キルスティ、カタリーナ、マルガレータ、ヘイディである。 エ映画は、工場の後取りで後に、パロヘイモ社の最高経営責任者となるアルビ、パロヘイモと結婚した。ルートスネルマンは著名な女優となり、カタリーナ・イベスは、銀行家と結婚、ヘイディ・ブロムシュテットは、建築家のアウリス・ブロムシュテットの妻となった。マルガレータの夫となったユッシ・ヤラスは、アウリス・ブロムシュテットの兄弟である。1892年、 クレルボ公共曲ときっかけとしてシベリウスは還言楽に意識を向けるようになる。この作品は作曲家のアクセル・トルヌッドが火山の噴火と表し合唱パートを歌ったユホランタはフィンランドの音楽だったと述べている。同年の暮れに祖母のカタリーナ・ボーリーが高い、その葬儀に参列したシベリウスはハメーリンナの家を訪れ、その後は 家が古くなるまで立ち寄ることはなかった。1893年2月16日に、エンサガの初版を、ヘルシンキで発表するも評判は、さほどかんばしくなく、評論家からは余計な部分を削除して、切り詰めるべきだとの意見が出た。3月に行われた3回にわたる、クレルボ公共局の再演はそれよりもずっと不評で、ある評論家は、 理解不能でありかつ正気が欠けているとみなした。長女の映バが誕生した後の4月には、合唱曲、ワイナミョイネンの船乗りの初演が行われて、大成功を収め、記者からの指示を得ることができた。1893年11月13日、ディープリのセウラフオネで行われた、学生団体主催の柄コンサートにおいて、カレリアの全曲版が初演された。 この公演には画家のアクセリガルレンカレラと彫刻家のエミール、ビークストレームも舞台装置の設計のために招かれて協力していた。最初の演奏は聴衆の和声のために聞きづらいものとなってしまったが、11月18日の2度目の演奏はそれよりもうまくいった。さらに19日と23日にはヘルシンキにおいてこの作品から取られた。 壮大な組曲が作曲者自身が指揮するフィルハーモニック協会管弦楽団の演奏で披露されているシベリウスの音楽がヘルシンキのコンサートホールで演奏される頻度は高くなっていた 1894年から1895年のシーズンには、エンサが、カレリア、春の歌が、トゥルクは言うまでもなく、首都でも少なくとも16回の演奏会で取り上げられている。1895年4月17日に改訂版の、春の歌を聴いた、作曲家のオスカル・メリカントは、シベリウスの還元楽作品の中でも最も清らかな、花であると評して、 これを歓迎した。アクセリ・ガルレン・カッレラ、オスカル・メリカンと、ロベルト・カヤヌスと交流する、シベリウス長期にわたりシベリウスはオペラ、船の建造に取り組んでいた。この作品も、彼はらを題材としている。彼は、一定程度、ワーグナーの影響を受けていたが、その後リストによる、公共史を作曲への相違の源とするようになった。 未完に終わったオペラの素材を活用する形で生まれた、連民会年組曲は、公共史の形式で描かれた4つの伝説から構成されている。組曲は1896年4月13日に、ヘルシンキにおいて、満員の会場で初演された。メリカントが、作品の、フィンランドらしさに熱狂したのとは、対照的に、批評家のカール・フロディンは、 トゥオネラの白鳥におけるコーラングレが驚くべき長さと退屈さだとしている。その一方で、フロディンは第一の伝説、連民会念と島の乙女たちについて、シベリウスのそれまでの創作の中の頂点を成すものであると考えていた。生活のため、シベリウスは1892年から音楽院や、 カヤヌスの指揮学校で教鞭を取るが、これによって作曲のために避ける時間が足りなくなってしまう。状況が大きく好転したのは1898年に多額の年次助成金が交付されるようになってからで、当初は10年間の勇気であった、助成期間は後に生涯の交付へと延長された。こうして、アドルフ・パウルの儀曲、 クリスティアン2世への付随音楽を完成させることができ、1898年2月24日に初演された作品は馴染みやすい音楽で大衆の心をつかんだ。戯曲中でも人気の高い4つの場面に付された楽曲はドイツで出版され、フィンランドで好調な売れ行きを見せた。1898年11月に、 管弦楽組曲の演奏がヘルシンキで成功を収めた際、シュベリウスは次のようにコメントを残している。音楽は良くなっており、速度は適切なようです。自分が何かを完成させることができたのは、これが初めてではないかと思います。曲はストックホルムとライプツヒでも演奏された。1899年。 シベリウスは公共曲第一番の作曲に取りかかる。この頃、ロシア皇帝ニコライニッセイがフィンランド対抗国に対してロシア化の試みを行っており、これによって彼の胸の内には愛国心が高まりつつあった。曲が1899年4月26日にヘルシンキで初演されると各方面から好評を博した。 しかし、この時の講演プログラムで、それよりも、はるかに注目度が高かったのは、明けすけに愛国心をあらわにした、少年、男性合唱のための、アテネ人の歌であった。この合唱曲によりシベリウスは一躍国民的英雄の地位を手にすることになる。11月4日に発表された次なる、愛国的作品は、新聞の日を祝う音楽として知られ、 フィンランドの歴史を八つの総和を描写する形で描いた作品であった。作曲を援助した新聞パイベルティー紙は社説でロシアの規則を批判して一定期間の発刊停止処分中だった。最後の楽曲フィンランドは目覚めるはとりわけ高い人気を獲得した。これが幾度か細かい修正を施された後、広く知られるフィンランディアとなる。 シベリウス・ワルベルト・エングストレームが1904年1900年2月、シベリウス夫妻は娘のキルスティを失った悲しみに沈んでいた。しかしシベリウスは春になるとカヤヌス、並びに彼の還元楽団と共に演奏旅行に繰り出し、13の都市をめぐって公共曲第1番の改訂版などの最新作を披露して回った。訪れた都市は、 ストックホルム、コペンハーゲン、ハンブルク、ベルリン、パリなどである。各都市は非常に好意的で、ベルリーナーボーソン、クーリエ、ベルリーナーフリームデンブラッド、ベルリーナーローカルアンツアイガーが熱狂的な論評を掲載したことにより彼は国際的に知られるようになる。1901年にイタリアのラパッロ一家で訪れたシベリウスは、 公共曲第2番の作曲に取りかかる。その際、モーツァルトのドン・ジョバンニに登場するドン・ジョバンニの運命からも霊感を得ていた。曲は1902年の初頭に完成されて3月8日にヘルシンキ初演を迎える。この作品はフィンランドの人々の間に熱狂の渦を巻き起こした。メリカントは曲はいかなる想定をも超えて、 大胆不敵であったという感想を抱き、エーベルトカティラは、曲がうことなき傑作と評価した。フロディンも、また、我々が、これまでに、決して聞く機会を持つことのなかった類の、公共作品について書き残している。夏の間をハンコにほど近いトバルミンネで過ごした、シベリウスは、同地で歌曲、それは、 夢か作品37から4を作曲すると同時に、演サガの書き直しを行った。これが1902年11月に、ベルリンにおいて、ベルリンフィルにより演奏されると、ドイツでの作曲者の名声は揺るがぬものとなり、そのすぐ後の公共曲第一番の出版につながることとなる。1903年の大半を、ヘルシンキで過ごしたシベリウスは、 角に飲み食いにふけり、飲食店で大金を支払っていた。しかしその一方で作曲も継続して行い、義理の弟にあたるアルビド・ヤルネフェルトの表した儀曲、クオレマに付した六曲からなる、不随音楽のうちの一つ、悲しきワールズが、有数の成功作となった。資金難から彼は作品を廉価で売り渡してしまったが、たちまち、フィンランド国内外で、 高い人気を博すようになった。シベリウスのヘルシンキ滞在中、妻のアイノは頻繁に手紙を書いては帰宅を懇願したが彼は応じなかった。四女のカタリーナが生まれ時すら彼は外に出たままだったのである。1904年の初めにバイオリン競争曲が完成して2月8日に初演を迎えたが、評判はかんばしくなかった。このため改定を経て、 凝縮度を高めた版が作成されて、翌年に、ベルリンで披露されることになった。1915年に撮影されたアイノラの様子1903年11月、シベリウスは、ヘルシンキからおよそ4 5キロメートル北へ離れた、ドゥースラ湖のほとりに、アイノラと名付けた邸宅を建築し始める。建築費用を工面するため、彼は1904年の前半からヘルシンキ、 トゥルク、バーサ、その他タリンやエストニアで演奏会を開き、夏にはラトビアにも赴いた。一家は1904年9月24日に、ようやく新居に移ることができ、画家のエーロヤルネフェルと、ペッカ・ハロネン、小説家のユハニア・ホラ近所の芸術家のコミュニティの中で交流を深めていった。1905年1月、シベリウスは再び、ベルリンを訪れて、 公共曲第2番を自ら指揮した。演奏会自体は成功理に終了したが、論評は三美一色というわけではなく、非常に好意的な表もあった一方で、アルゲマイネツアイトゥングやベルリーナーターゲブロットなどの評価はそれほど熱のこもったものではなかった。フィンランドに帰国したシベリウスは徐々に人気が出てきつつ、あった、ペレアスとメリザンドを、 感言楽組曲として仕立て直した。11月には初めてイギリスへと渡たり、リバプールでヘンリーウッドと会っている。12月2日に公共曲第1番とフィンランディアを指揮した。彼は愛のに当てて演奏会は大成功を収め大いに喝采を浴びたと手紙で伝えた。1906年、年の初めの短い期間を パリで特に何事もなく過ごしてから、続く数ヶ月を、愛のラで作曲に費やした。この時期の主要な作品はやはり、彼はらを題材に取った、公共詩「ポホヨラの娘である。その後、同年のうちに付随音楽、ベルシャザールの共演も完成させ、還元楽組曲版の制作も行っている。年の締めくくりは自ら指揮した演奏会シリーズで、中でも、 最大の成功を収めたのは、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場で行った、ポホヨラの娘の初となる公開演奏であった。シベリウスは1907年の年初から再び、ヘルシンキにて、暴飲暴食にふけるようになり、途方もない金額をシャンパンとロブスターに費やした。彼のこの生活習慣が、アイノの健康状態に深刻な影響を与え、 彼女を極端な疲労による療養施設入居に至らしめた。妻が不在の間にシベリウスは禁酒を決意し代わりに公共曲第3番の作曲へと意識を集中させた。作品を完成させた彼は9月25日にヘルシンキでの初演に臨んだ。古典的性格が増した作風は聴衆へ驚きを与えたがフロディンは 作品が内面的に新しくまた革命的であったと述べている。そのすぐ後、シベリウスはヘルシンキを訪れたグスタフ・マーラーと出会っている。二人は新しい公共曲を出すたびに過去の作品のファンであった人々を失ってしまうという点で意見の一致を見た。1907年11月にサンクトペテルブルクで第三公共曲が演奏されると まさにこれが現実となって否定的な論評を浴びることとなる。モスクワでの評判はまだ前向きなものであった。ロンドン、ケンジントン、グロスターウォーク15に掲げられたブループラーク。1909年、シベリウスがこの場所に暮らした。1907年、シベリウスは喉の癌の疑いにより大きな手術を受けおり、1908年の初めは、 病院で過ごさねばならなくなった。喫煙、飲酒は、今や生命を脅かすものとなったのである。ローマ、ワルシャワそして、ベルリンでのコンサートは中止しながらも、ロンドンの契約は守ったが、ここでも、第三公共局は評論家の関心を獲得するには、至らなかった。5月には、シベリウスの体調はますます悪化し、彼は、妻と共に、ベルリミリーして、 喉の主要の除去手術を受けた。術後、彼は今後一切のタバコと酒を断つと誓いを立てたので、あった。こうして、死を間近に体験した衝撃が、公共死ルオンの樽や公共曲第4番など、移行数年のうちに作曲された作品に着想を与えたと言われている。フィンランディア初版1909年、喉の手術が成功したことにより、 シベリウスとアイノは自宅での幸福を新たなものにしていた。イギリスにおいても自らタクトを握って、エンサがフィンランディア、悲しきワルツ、春の歌を熱狂する聴衆に届けており、彼の体調は歓迎された。クロード・ドビュッシーとの出会いも大きな支えとなった。パリで静かに過ごした後で、ベルリンに向かった。彼は、そこで、 喉の手術が完全に成功したという胸を聞かされて安堵する。公共曲第4番には1910年の初めに着手していたものの資金が乏しくなっていっていたため数多くの小規模な楽曲や歌曲も書かねばならなかった。10月にクリスチャニアで開かれた演奏会では森の生徒追憶のためにを自分の手で初演する。 悲しきワルツや第二公共局はとりわけ好評だった。それからベルリンに赴いて第四公共局の仕事を続け、ヤルベンパーに戻ってから修学賞に取り組んだ。スウェーデンでの初めてのコンサートで1911年の初頭に式台に上り、公共局第三番までもが評論家から好評を得た。4月には公共局第四番が完成するが、 彼自身も予想していた通りヘルシンキでの初演においては、その内政的な作風があまり前向きに評価されず、賛否両論を巻き起こした。リハルト・シュトラウスのサロメを楽しんだパリへの旅行を除き、同年の残りはほとんど何もなく終わった。1912年に入り、英雄的情景、第2番が完成する。この作品は3月に初演を迎えており、 同じ演奏会では、第四公共曲も演奏された。この演奏会は、ロベルト・カヤヌスをはじめとする熱狂的な評論家、そして聴衆へ向けて2回再演されることになった。第四公共曲は9月のバーミンガムでも、好意的な評価を獲得した。同公共曲は1913年3月に、 ニューヨークでも演奏されたものの大部分の聴衆が、学賞館に演奏会場から出て行ってしまい、10月に、カール・ムックが指揮した際には、ボストン・アメリカン紙が、哀れな失敗作の落園を押した。1913年の最初の重要作品は、公共誌、銀融詩人であり、シベリウスは3月に、ヘルシンキでこの作品を礼儀正しい聴衆に向けて、指揮した。 続く作品は、彼らから死を取ったソプラノと還元楽のための、ルオンの樽である。初演は1913年に、イングランドのグロスターで開催されたスリークアヤズフェスティバルにおいて愛の悪手のフィンランド語による独唱で行われた。1914年の初めに、一月をベルリンで過ごしたシュベリウスはとりわけシェーンベルクに引き付けられた。 フィンランド帰国後、アメリカの奥満長者、カール・ステッケルから、ノーフォーク室内落音楽祭のためにと移植された、太陽の女神の作曲を開始する。変に蝶々で書き始めたものの大規模な改訂を行った結果、ノーフォークへは二丁々の番が持ち込まれることになった。この作品は、フィンランディアや、悲しきワルツ同様の喝采を浴びることとなった。 音楽批評家のヘンリー・エドワード・クレイビールは、太陽の女神が、かつて海を題材に作曲された音楽の中で最も、美しい作品であるとみなし、ニューヨーク・タイムズ・ガは、シベリウスの音楽が音楽祭にとって、最大の貢献となったと評した。シベリウスが、アメリカで、イエール大学から、名誉博士号を授与されていたのとほぼ同じ頃、 ヘルシンキ大学ではアイノが彼の代理として、同じく名誉博士号の授与式に臨んでいた。米国からの木とシベリウスは、第一次世界大戦勃発の引き金となるサラエボ事件について耳にした。彼自身は、戦地から遠くにあったものの、国外からの印税収入が滞るようになった。生計を立てるため、彼は、フィンランド国内での出版向けに、 多量の小規模作品を作曲することを余儀なくされた。1915年3月に訪ねたスウェーデンのヨーテボリでは太陽の女神が非常に高い評価を受けた。彼は4月に公共局第5番に取り組むさなか16話の白鳥が飛んでいくのを目にし、これに触発されて修学賞を書いた。彼は人生の中でも素晴らしい体験の一つだった。 との言葉を残している。公共曲に関する夏の間の進捗は、わずかだったものの、50歳の誕生日を迎える12月8日、までには曲を完成させることができた。誕生日の晩、シベリウスは、ヘルシンキ証券取引所のホールにいて、自らの指揮で、公共曲第5番を初演した。カヤヌスの絶賛にもかかわらず、作曲者自身は作品に満足しておらず、 間もなくして、海底に取り掛かった。この頃、シベリウスはこれまでを遥かに上回る負債を抱えつつ、あった。歌手のイダエクマンが、基金の立ち上げ事業に成功して、借金の大部分を返済したが、その際に、彼に贈られた、グランドピアノは差し押さえられる寸前であった。一年後の1916年12月8日、シベリウスは、トルクにて海底版の、 第五公共曲を披露した。これは最初の二つの楽章を結合させ、修楽章を簡素化したものであった。一週間後のヘルシンキでの演奏では、カティラが非常に好意的だったのに対してワゼニウスは変更に否定的であり、これによって彼は再度の改定を行うことになった。1917年の初めからシベリウスは、 飲酒を再開し、愛のとの間で口論となった。ロシア革命が勃発すると、その興奮により二人の仲は改善する。同年の暮れまでにシベリウスは、フィンランド系風評隊の更新曲を作曲。1917年12月に、フィンランド議会が上院のロシアからの独立宣言を承認すると曲は、とりわけ人気を博した。 フィンランド系風評隊の後進曲の初演は1918年1月19日のことで1月27日のフィンランド内戦の幕開けまでのわずかな間ヘルシンキのエリート層を喜ばせたシベリウスは自然と白モル軍の支援に回ったがトルストイ運動家であったアイノは赤英軍にも幾ばくか共鳴するところがあった2月アイノラは2回にわたって 武器を探す石英軍の地元部隊による捜索を受けた。海戦からの数週間の間に、シベリウスの知人の中には、暴力行為を受けて落命した者もおり、彼の弟で、精神科医のクリスティアン・シベリウスは、前線で、戦争神経症を負った、石英軍の兵士のために病床を確保しておくことを、拒否したために逮捕された。ヘルシンキにいた。 シベリウスの友人たちは彼の身の安全を案じていた。ロベルト・カヤヌスが赤英軍の総司令官、エーロ・ハーパラ・イネンと交渉を行い、シベリウスがアイノラから首都まで安全に移動できる保証を取り付けた。2月20日、赤英軍の兵士の一団が一家をヘルシンキまで護衛した。最終的には4月12日、13日にヘルシンキの戦いで、 ドイツ軍がヘルシンキを占領、石英軍の支配は終わりを告げた。一週間後、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団が、ドイツの指揮官、リューディガー・フォンデア・ゴルツを称えるコンサートを開催。これは、シベリウスの指揮による、フィンランド系風評隊の行進曲に手幕を閉じた。シベリウス1923年1919 19年の、初め。 シベリウスは薄くなった頭を丸めて印象を変えようと躍起になっていた。6月には1915年以来初めてフィンランドを離れて愛のと共にコペンハーゲンを訪れると公共曲第2番を演奏して成功を収めた。11月に公共曲第5番の最終校を指揮し、聴衆から幾度にもわたる喝采を浴びた。 同年の暮れには彼はすでに公共局第6番の仕事を進めていた。1920年、手の震えが大きくなる中、ワインの力を借りつつ、スオメン、ラウルが唱団のために、詩人の絵のレーノの詩をもとに、カンタータ、大地への参加を作曲、また、叙情的なワルツを還元楽編曲した。 シベリウスは1920年12月の誕生日に6万3000マルクの寄付を受け取った。この大金はテノールのワイネスソラがフィンランドでの事業により築き上げたものだった。資金の一部は借金の返済に使われたが、ヘルシンキで行われた過度な祝賀会は1週間に及んだ。1921年の初めにはイングランドへの演奏旅行が大きな成功を収めた。 シベリウスは、イングランド国内の複数の都市で第4公共局、第5公共局、太陽の女神そして、いつでも人気が高かった、フィンランディア、カナシキワルツを指揮して回った。そのすぐ後、今度はノルウェーで、第2公共局と、カナシキワルツを指揮している。彼は過労に喘ぎ始めていたが、評論家の意見は、前向きなままだった。4月に、フィンランドへ帰国すると、 ドルディックミュージックデイズにて、連民会年の帰京と、第五公共曲を披露する。1922年の初頭に頭痛に苦しんだ、シベリウスは眼鏡をかけることを決意する。しかし彼はその後も、写真撮影の際には、いつも眼鏡を外していた。7月に、弟のクリスティアンが永明し、シベリウスは悲しみに暮れた。8月に、 フィンランドのフリーメイソンに加入してその儀式のための音楽を作曲。1923年2月には公共曲第6番が初演される。エーベルト・カティラは純粋な伝園史だとしてこれを称賛した。年の暮れにはストックホルムとローマで演奏会の式台に登ったが前者が大絶賛を浴びた一方で後者には様々な評価がついた。続いて 用手ボりに向かった、彼が演奏会場に到着した時には暴飲暴食し、放題で苦しい状態だったにもかかわらず、迎えた聴衆は、高骨となった。飲酒を続けて、愛の老狽させながらも、シベリウスは1924年の初めにはどうにか、公共曲第7番の完成にこぎつけた。3月に、公共的幻想曲という表題のもと、 ストックホルムで行われた第7公共曲の最初の公開演奏は好評を博した。同公共曲は9月の終わりにコペンハーゲンで開催されたコンサートシリーズにおいてそれをはるかに上回る喝采を浴びた。シベリウスはダンネブロ組将のナイトに除される栄誉に預かった。この頃の多忙な活動は彼の心臓と神経を痛めていたため、 同年の残り大半を休暇に充てることにした。小規模な作品をいくつか作曲しつつ、彼は次第にアルコールに頼るようになっていく。1925年5月、デンマークの出版社のビルヘルム・ハンゼント・コペンハーゲンの王立劇場が、シェイクスピアのテンペスト上演のための不随音楽を作曲しないかと声をかけた。 シベリウスは1926年3月の初演に十分余裕を持って作品を書き上げた。コペンハーゲンでの評判は上々だったが作曲者自身はその場に居合わせなかった。ヤルベンパーでのシベリウスと愛の1940年代の初め1926年にはシベリウスの創作活動は急激に落ち込み上昇の気配を見せなかった。 第7公共曲完成後、彼は残りの生涯のうちに規模の大きな楽曲はわずかな数しか生み出さなかったのである。そうした中の二つの最重要作品は間違いなくテンペストと公共詩タピオラである。残りの人生30年間の大部分をシベリウスは自らの音楽についてこうに語ることすら避けながら過ごした。シベリウスが 公共曲第8番に取り組んでいたことを示す数多くの証拠が残されている。彼は1931年及び1932年にセルゲイク・クーセビツキーに対してこの公共曲の初演を約束しており、ベージル・キャメロン式による1933年のロンドンでの演奏は一般告知されすらした。この公共曲が存在したことを紙の状態で伝える。 具体的な証拠は、1933年に発行された第一楽章の上書にかかった費用の請求書、並びに2011年に初めて出版、演奏された下書き段階の短い断片のみである。シベリウスは常に厳しい自己批判をしていた。彼は、近しい友人にもし7番よりも良い公共曲を書くことができなかったら、 7番を最後とせねばならないと述べていた。走行が現存しないことから、各種文献ではシベリウスが、楽譜の痕跡のほとんどを破棄してしまったのだろうと考察されている。時期はおそらく、シベリウスが多量の書類を焼却したことが確実である1945年と考えられる。妻の愛のは次のように回想している。 1940年代に、アイノラで大規模なアウトデフェが行われました。夫は、洗濯カゴの中に、大量の原稿を集め、それらを、ダイニングの暖炉にくべて燃やしたのです。カレリア組曲の一部や引く後日、引きちぎられたページの破片も目にしています。その他多くのものが失われました。私にはそこに泊まるだけの強さがなく、部屋を後にしました。ですので、 彼が何を火の中へ投げ込んでいたのかはわかりません。ですが、夫はこのことがあって、以来穏やかになり、次第に、雰囲気も明るくなっていったのです。1939年1月1日、シベリウスは国内外向けのラジオ放送に出演し、その中で、アンダンテフェスティーボを自ら指揮した。放送音源として残されたこの演奏は後年、CD 化されている。 これがおそらく唯一の現存するシベリウスの自作自演だろうと思われる。シベリウス1939年1903年以降、長年にわたってシベリウスは田舎に今日構えてきた。1939年から彼とアイノは再びヘルシンキに住まいを持っていたが、1941年からはアイノーラへと戻って時折街を訪れるだけとなった。戦後、 彼がヘルシンキに姿を見せたのはわずか数回のみである。数えきれないほどの公式の客人や同僚に加え、彼の孫やひ孫が休暇を愛のらで過ごす中、いわゆるヤルベンパーの沈黙は神話のようなものとなっていったのである。シベリウス本人は公に他の作曲家に関して発言をすることを避けていたが、 エーリク・タバッシェルナやシベリウスの秘書だったサンテリ・レバスの記録によると彼は私的な会話の中でリヒャルト・シュトラウスを賛美していたほかバルトーク・クベーラーやトミートリー・ショスタコービチを若い世代の最も才能ある作曲家と考えていたという1950年代にはフィンランドの新鋭作曲家であったエノユハにラウタバーラの名前を広めようとしている 90歳の誕生日を迎えた1955年は、盛大に祝われ、友人オーマンディの指揮するフィラデルフィア還元楽団、トーマス・ビーチャムの指揮するロイヤルフィル・ハーモニー還元楽団の両楽団が彼の音楽による特別演奏を行った。タバシ・シェルナは、シベリウスの死に関係する逸話を紹介している。彼が、習慣にしている朝の散歩から帰ってきた。 浮き立った様子の彼は、妻のアイノに、鶴の群れが近づいてくるのを見たのだと話した。来たんだよ、私の若い頃の鳥たちが。彼は声を上げた。突然、鳥たちの中から一羽が人形を離れて、アイノラ上空で一度円を描いた。するとその鳥はまた群れに戻って、旅を続けていったのである。ヘルシンキでのシベリウスの葬儀1957年。 その2日後の1957年9月20日の夜、シベリウスはアイノラにて91年の生涯を閉じた。死因は脳内出血だった。彼が息を引き取ったその時、マルコム・サージェントの指揮による彼の公共局第5番がヘルシンキからラジオ放送された。また時を同じくして開催されていた国連総会では議長で ニュージーランド代表のレスリー・マンローが黙祷を呼びかけ、こう語りかけた。シベリウスは、この全世界の一部でした。音楽を通して彼は、全人類の暮らしを豊かなものにしてくれたのです。同じ日には、やはり著名なフィンランドの作曲家だった兵のカスキが、英明しているが、彼の死は、シベリウスの不法の影に隠れてしまった。シベリウスは国葬によって葬られ、 アイノラの庭へと埋葬された。アイノシベリウスは、その後12年間を同じ家で暮らし、1969年6月8日に97歳で、夫の後を追った。彼女も夫の側に眠っている。シベリウスは、公共局と公共市中でも、フィンランディアやカレリア組局によって、広く知られている。フィンランドにおけるその名声は1890年代に、 合唱交響曲、クレルボ交響曲によって高まった。この作品はその後の多くの作品と同様に、女子史、彼ラを描いたものである。交響曲第一番は1899年、フィンランドにナショナリズムが起こっていた時期に初演され、聴衆の熱狂に迎えられた。これ以外の6曲の交響曲に加えて彼は、不随音楽や、その他の交響詩 とりわけ、エンサが、トゥオネラの白鳥、悲しきワルツによって、国内外で人気を獲得していく。また、バイオリン競争曲を含むバイオリンと還元楽の、ための作品群、オペラ、等の乙女、小規模な還元楽作品、室内楽曲、バイオリンとピアノのための作品、合唱作品と数多くの歌曲を作曲した。1920年代半ば、 公共曲第6番と第7番の完成後に、公共誌、タピオラと付随音楽、テンペストを書き上げた。これ以降、彼は1957年まで生きたものの、特筆すべき作品は何一つ世に出さなかった。数年間取り組んでいた、公共曲第8番は、彼が自ら焼却してしまっている。音楽様式については、 公共曲第一番やバイオリン競争曲のような初期作品においてチャイコフスキーの影響が特に顕著である。一方でとりわけオペラに取り組んでいた一時期についてはワーグナーの虜になっていた。これら以上に長期的な影響を与えたのはフェルッチョ・ブゾーニュとアントン・ブルックナーであった。しかし公共史に関しては何よりリストに触発されていた。 ブルックナートの類似性は、還元楽曲で、金管楽器の活躍が目立つことや、彼の音楽が、概して遅いテンポを取ることに見出される。シベリウスは、自作から、そなた形式の型として決まったものを取り除いていく、形で進化を遂げ、複数の主題を対比するのではなく、小さな塊や断片的な主題が、持続的に発展していき頂点において大きく、 提示されるという発想に目を向けた。彼の後期作品は主題を置換しつつ派生させていくという方法により進む。その途切れることのない展開の感覚という点で注目される。この合成過程が完璧であり、有機的に感じられることから、シベリウスが最終的な主題提示から遡る形で作品を書いたのではないかと主張する者も,もいた。 しかし、その逆に現実には3音もしくは4音からなる、塊や、旋律の断片が発展、拡大して、大きな、主題へと至ったのだということが分析により、証明されている。ギケエロ・ヤルネフェルトによるシベリウスの肖像1892年、この自己完結型の構造は、公共局の分野で、シベリウスの第一の公的種であった。 マーラーの公共曲の様式と著しい対象をなす。両作曲家の作品では、主題の変装が主要な役割を果たすが、マーラーの方法論では、不連続で急激に変化して、対比を生み出す主題が用いられたのに対し、シベリウスは、主題要素を時間をかけて変化させるよう努めた。1907年11月に、マーラーがフィンランドへの演奏旅行を引き受け、 この二人の作曲家は連れ立って長い散歩に出ることができた。シベリウスは次のようにコメントを残している。私はその公共曲の様式の厳格さと論理の深遠さがすべてのモチーフの間に内的な結びつきを生み出していることを称賛した。マーラーの意見はちょうど正反対であった。いえ、公共曲というものは世界でなくてはならないのです。 ありとあらゆるものを内包していなくてはなりません。ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団の創設者であり、主席指揮者であったロベルト・カヤヌス。シベリウスの公共局の解釈で知られていた。クレルボ公共局を除いて、7曲の公共局が1900年から1924年の間に作られている。初期は、当時の流行に沿って、チャイコフスキーやワーグナーの影響の下。 大規模で高キロマン派的な傾向を持つ作品が多いが、中、後期には古典派や印象派の様式を取り入れ、より内省的で簡潔なスタイルへと移行した。1891年に作曲された序曲補聴長とバレエの情景は、当初は最初の公共曲の楽章として構想されたものであった。シベリウスは1898年に、 公共曲第1番保短調作品39の作曲に取り掛かり、1899年の初頭、33歳でこれを完成させている。初演は1899年4月26日に作曲者自身の指揮により、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団の演奏で行われて好評を博した。この時に演奏されたオリジナル版は現存してない。 初演後にシベリウスはいくつかの改訂を加えており、これが今日演奏される版となっている。改訂は1900年の春から夏にかけて完了し、1900年7月18日、ベルリンでロベルト・カヤヌス式、ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏によって初演された。この公共曲は、控えめなティンパニーを伴ったクラリネットの非常に、 独創的でややわびしげな独創で開始する。シベリウスの公共曲の中で最も人気が高く録音機会の多い公共曲第2番は1902年3月8日に作曲者自身の指揮によりヘルシンキフィルハーモニック協会の演奏で初演された。開始部の上昇系のアオンが作品全体のモチーフとなっている。 フィナーレにおける3音からなる英雄的な主題は、最初に登場した際は、木管楽器で奏されていたものがここでは、トランペットにより奏でられる。ロシア帝国による、抑圧下にあって曲は、シベリウスの名声を国民的英雄にまで高めた。彼は初演後に、いくつかの改定を施しており、改定版は1903年11月10日に、ストックホルムにおいて、 アルマス・ヤルネフェルトの指揮により初演された。公共曲第3番は耳障りが良く大団円で集結するが、そうとは見せず簡素な響きを持った作品である。初演は1907年9月25日、作曲者自身の指揮の下ヘルシンキフィルハーモニック協会の演奏で行われた。作品の初めに出てくる和音には、フィンランドの民謡から取られた主題がある。 愛のらへ移り住んだすぐ後に書かれた、この作品では、フィナーレの更進曲的な曲調へと発展していく、表現方法が明瞭に示されており、先の2曲の交響曲とは際立った対比を成している。交響曲第4番は1911年4月3日、ヘルシンキにて作曲者の指揮、フィルハーモニア協会の演奏で初演された。曲が書かれた時期にシベリウスは、 喉からの腫瘍を除去するための数回の手術を経験していた。この曲の持つ凄みは禁酒の決意から来る反応と説明することも可能と言える。チェロ、コントラバス、ファゴットで開始する初めの数小節では表紙に対して新たなアプローチが試みられている。その後は、ポーのザレーブンに付した憂鬱なスケッチに基づいて展開する。 弱まっていくフィナーレは20年後にシベリウスが経験することになる沈黙の予感であるとも言える。同時代に一般的だった異性の良いフィナーレとは対照的にこの作品は簡単に重苦しく落ちる音により集結する。公共曲第5番は1915年12月8日、シベリウスの50回目の誕生日にヘルシンキで作曲者自身により初演されて、 大絶賛を浴びた。今日最も一般的に演奏されるのは1919 19年に発表された全三楽章からなる最終項である。第5番はシベリウスの公共曲の中で唯一全曲を通して蝶々を取る。ホルンによる柔らかい冒頭部に開始した曲は様々な主題を大きく変化を加えつつ交代で繰り返しつつ展開し修学章で トランペットがそうする参加へと発展していく。第五公共局の時点ですでにそなた形式から離れる方向へと舵を切り始めていたが、1923年に作曲者自身が初演した公共局第六番ではさらに一層伝統的な規則を廃することになった。エイリク・タバッシェルナは、修学賞の構造はよく知られた形式には従っていないと述べている。 ドリア戦法で書かれたこの曲には第五公共曲の作曲中に着想を得た主題群や序章的なバイオリン競争曲に用いられる予定だった素材などが転用されている。純化された方法論を取るにあたってシベリウスは第五公共曲の重厚な金管楽器に変えてフルートと弦楽器を使用しカクテルではなく春の水を提供しようとしたのである。 公共曲第7番は、公共曲の中では最後に出版された作品となった。1924年に完成された、この作品は、単一学章形式であることが特筆される。形式は全く独創的で、テンポの操作は、緻密、調整の扱いは独特であり完全に有機的に、発展すると形容される。またこの作品は、 シベリウスが作曲した最も優れた異業とも言われる。当初は公共的幻想曲と名付けられ、1924年3月にストックホルムでシベリウス自身の手で初演された。楽曲は彼が10年近く前にスケッチしていたアダージョの楽章に基づいている。弦楽器が主体となるが、トロンボーンによる特徴のある主題も聞かれる。 7曲の公共曲とバイオリン競奏曲に次いで、シベリウスの13曲の公共誌は、彼の最も重要な還元楽作品であり、リハルト・シュトラウスの公共誌に並んで、リストが創始したジャンルを代表する、最重要の作品群を形成している。全体として見ると、公共誌の創作は、シベリウスの芸術家としてのキャリア全般に及んでおり、彼がいかに自然と、フィンランド神話 特に、彼はらに魅了されていたのかが伺い茂る。また、これらによって、彼の作風が時と共に成熟していく様を余すこと、なくつぶさに知ることができる。なお、このジャンルにおける、シベリウスの作品は、多くが、落としと題されており、明確に、公共史と名打ってあるものは、最後の作品となった、タピオラのみである。演佐川、 シベリウス自身の式で1893年に初演された。この単一学賞の公共史はアイスランドの神話的作品であるエッダから影響を受けている可能性も考えられるが作曲者本人は単に自分の心の状態の表出であると語っている。弦楽器による夢見るような主題に始まると木管楽器、ついで金管楽器とビオラと発展していき、 シベリウスのオーケストラ操作能力が示される。この作品は彼にとって初めての重要な還元楽作品であり、ブゾーニの招きにより、ベルリンで自作を演奏することになった1902年に改訂されている。この時の成功に勇気づけられた、彼は愛のに次のように書き送った。私は熟達した芸術家として認められたよ。森の姓は、 還元学のための単一学賞の公共誌で、スウェーデンの詩人ビクトル・リュード・ベリの同名の作品に、霊感を受けて1894年に作曲された。初演は1895年4月に、ヘルシンキにて、シベリウス自身の式で行われた。構成的には4つの部分に分けることが可能であり、それぞれが、詩の4つの節に対応して、 そこに描かれた物語の雰囲気を想起させる。一つ目が英雄の活力、二つ目が熱狂的な行動、三つ目は感動的な愛、四つ目が癒すことのできない悲しみである。音楽自体は美しい仕上がりであるが、多くの批評家はシベリウスが題材とした物語の構造に過度に依存していると非難している。 連民海年組曲は1890年代初頭に書き上げられた。もともとは神話に題材を取ったオペラ、船の建造として、ワーグナーの学劇に匹敵する規模の作品として構想された。しかしシベリウスは後に考えを改め、作品は4つの学章からなる還元楽作品となった。この組曲は、フィンランドの民族女自死。 彼はらの登場人物連民概念に基づいている。この作品は連作公教師であると捉えることもできる。第2曲のトゥオネラの白鳥は単独でもしばしば演奏される。フィンランディアは非常に愛国的な作品であり、シベリウスの全作品の中でもおそらく最も人口に感謝した楽曲である。初演が行われたのは1899年11月で、 当初は、新聞の日を祝うための一連の作品のうちの一つだった。改訂版は1900年7月に初演されている。現在の表題が出てきたのはさらに後のことで、最初は、ピアノ編曲版がそう呼ばれ、その後1901年に、カヤヌスが管弦楽版を演奏した際に、フィンランディアという名称を用いた。シベリウス自身は、 本来還元楽曲であると強調していたが、特に参加としてのエピソードによりこの作品は合唱曲としても世界的な人気を獲得した。ついには作曲者自身も同意し1937年にフリーメイソンのために1940年により一般的に使用できるよう参加として歌詞を加えることを認めた。 愛国的な感情を呼び覚ますとされ、当時支配を受けていたロシア当局の弾圧を受けた。結果、別名で演奏されたこともある。太陽の女神は1913年から1914年にかけて作曲された単一学賞の公共詩である。表題はギリシア神話において地中海に住むとされるオーケアニスのことを指している。 初演は1914年6月4日にアメリカ合衆国コネチカット州のノーフォークで催されたノーフォーク室内楽音楽祭においてシベリウス自身の指揮によって行われた。初演の際にこれまで音楽で行われた中で海を想起させる最良のものと称賛されたこの作品は厳格でない3つの部分で2つの主題が次第に展開されることによって進行する。 第一の部分が穏やかな海、第二の部分が激しさを増す嵐、第三の部分が雷鳴のごとく打ちつける波によるクライマックスである。嵐が静まり、最後の和音が海の巨大な力と限りない広がりを象徴するように響く。タピオラは最後の主要な還元楽作品となった楽曲である。ウォルター・ダム・ロッシュによりニューヨークフィルハーモニック協会のためにとして移植され、 同感弦楽団により1926年12月26日に初演された。曲は彼はらに登場する精霊であるタピオに着想を得ている。アメリカの音楽評論家アレックス・ロスの言葉を引用すると、この作品はシベリウスの最も厳しく濃縮された音楽表現となった。 作曲家で、電気作家のセシルグレイは一層強い調子で次のように断言している。たとえシベリウスが他に何も作曲していなかったとしても、この作品一つのみで彼は、史上最も偉大な巨匠の一人に位置づけられただろう。カレリアは、 シベリウスの初期作品の一つであり、ビープリの学生団体のために書かれ1893年11月13日に騒がしい聴衆へ向けて初演された。組曲版は11月23日の演奏会に、序曲と3曲からなる形で登場し、作品11のカレリア組曲として出版された。この作品は、 シベリウスの楽曲でも指折りの人気作品であり続けている。悲しきワルツは元来シベリウスの義理の兄にあたるアルビド・ヤルネフェルトによる1903年の儀曲クオレマのために書かれた不随音楽だった。現在では独立した演奏会用作品としてより広く知られている。シベリウスは1903年12月2日の クオレマ上演のために6つの楽曲を作曲した。ワルツが使われるのは女性が死の床から起き上がり幽霊と踊る場面である。1904年、シベリウスは4月25日のヘルシンキでの演奏のために手直しを行っており、その際に曲は悲しきワルツと名打たれた。田叩く間に成功を収めた本作は単独でも取り上げられるようになり、今もなお、 シベリウスの代表作としての地位を保っている。バイオリン競争曲に単調は、ビクトル・ノバチェクの独奏で1904年2月8日に、初演された。シベリウスが曲を完成させたのが、初演間際であったためノバチェクは十分な練習時間を取ることができず、その結果初演は、悲惨なものとなってしまった。大幅な改定を経て、新たな版が1905年10月19日に、 リヒャルト・シュトラウスの指揮するベルリン王立宮廷楽団により初演されている。カレル・ハリー主が還元楽のコンサートマスターと独奏を兼務し、曲は大成功を収めた。以降徐々に人気を獲得した、この作品は現在では20世紀に作曲されたバイオリン競奏曲の中でも有数の録音頻度を誇るまでになっている。クレルボ公共曲も シベリウス初期作品の一つで、合唱公共曲であるとされることも多いが、公共詩風の5つの還元楽曲からなる、組曲とした方がより正確である。彼はらの登場人物であるクッレルボー題材としている。初演は1892年4月28日、エミー・アクテとアブラハム・オヤンペラを、独唱者に据え、シベリウス自身が、 設立間もないヘルシンキ還元楽協会のオーケストラと合唱を指揮して行われた。この作品はシベリウスの生前には5回しか演奏されることがなかったが、1990年代以降は演奏会と録音の両面で人気の高まりを見せている。ロシア統治下では禁止されていたフリーメイソンが復活を遂げると、 シベリウスは1922年にスモイ・ロッジ一番の創立メンバーとなり、後にフィンランドのグランド・ロッジのグランド・オルガニストとなっている。1927年にはフィンランドで用いられる儀式用音楽を作曲しており、1946年にも2曲を加えている。1948年の儀式用音楽の改訂審判は彼の最後の作品の一つである。 シベリウスは自然を愛し、フィンランドの風景は、しばしば彼の音楽の題材となった。彼は、自らの公共曲第6番について、曲はいつも私に、初雪の匂いを思い出させると語っていた。愛のラを囲む森が彼に、タピオラの霊感を与えたと言われることも多い。彼の電気作家であるタバシェルナは、シベリウスの自然との結びつきについて、次のように記している。 北欧の基準で考えたとしても、シベリウスは、自然がもたらす空気と四季の変化に対して、例外的な熱意で持って応じていた。彼は、双眼鏡を手に、湖の氷の上を渡る岩を眺め、鶴の金切り声に耳を傾け、愛のらのすぐ下の湿地からこだましてくる、死儀の鳴き声を聞いていた。春の花を余すところなく、味わうのは、 秋の匂いと色使いに対しても同じだった。シベリウスの皇帝、批評家で死の作品を擁護したレイビマデトヤ・ウィーン、ムジーク・マイレのシベリウスの星いた。シベリウスは英語圏並びに北欧の国々において公共曲作曲家と音楽界に多大な影響を与えた。フィンランドの公共曲作曲家であったレイビマデトヤはシベリウスの弟子だった。イギリスでは レーフボーン・ウィリアムズが、公共曲第5番、アーノルド・バックスも、公共曲第5番と両名が共に、公共曲第5番をシベリウスに検定している。さらに、タピオラの影響は、バックスの公共曲第6番とアーネスト・ジョン・モーランの、公共曲に色濃く現れている。また、ウィリアム・ウォルトンの公共曲第1番からも、シベリウスの作曲法の影響が強く感じられる。これらや、 その他のイギリスの公共的作品が作曲されていた1930年代には、シベリウスの音楽は大流行しており、その裏には、トーマス・ビーチャムや、ジョン・バルビローリラのような指揮者による演奏会と録音の両面からの下支えがあった。ウォルトンの友人の作曲家コンスタント・ランバートは、シベリウスが頭の中で公共曲形式という意味で自然に思考できる。 ベートーベン以来初めての偉大な作曲家であると言い切っていた。それ以前にもグランビル・バントックがシベリウスを擁護している。さらに最近ではロバート・シンプソンが擁護した作曲家の中にシベリウスも入っていた。マルコム・アノルドはシベリウスからの影響を認めており、アーサー・バター・ワースはシベリウスの音楽が自作の着想の源であるとみなしていた。 セシル・グレイはシベリウスをベートーベン以後最大のシンフォニストであると呼び、公共曲第4番について無駄な音符が一つもないと最大の賛辞を寄せた。友人オーマンディと貢献度は差があるが、フィラデルフィア管弦楽団で彼の前任者だったレオポルド・ストコフスキーはシベリウスの作品を頻繁にプログラムに取り入れることによってその音楽がアメリカの聴衆へ届けられることを助けた。 オーマンディは、シベリウスと生涯を通じた信仰を築いている。ご反省においてシベリウスは、アメリカの評論家、オーリン・ダウンズからも擁護されており、ダウンズは、シベリウスの伝記も表している。テオドール・アドルノは1938年に、発表した批判的論評において、次のような非難を行ったことで悪名高い。もしシベリウスが良いというのであれば、 バッハからシェーンベルクまで連綿と受け継がれた音楽の特筆は無効化されてしまうだろう。それは内的なつながりの豊かさ、アーティキュレーション、多様性の中にある統一性、単一性の中にある多面性である。アドルノは当時、ニューヨークヘラルド・トリビューン紙の音楽評論家を務めていたバージル・トムソンに自らの論評を送付している。 トムソン自身もシベリウスに批判的であったにもかかわらず、彼は論評の情緒面に同意しつつもアドルノに対して、その論調がシベリウスに対してではない、アドルノへの敵対心の方をより多く生み出し、たと明言している。その後、この両者と指揮者のルネ・レイボビッツは1955年の小冊子の表題で、シベリウスを世界最低の作曲家と書きすらした。シベリウスが、 評論家から賞賛と怒りの両方を集めた理由の一つには彼が7曲の公共曲の各々において独特の個性的な方法によって形式、調整そして構造に関する基礎的な問題に挑んだということがあるのだろう。彼の公共曲の創造は新規なものであったがゆえに音楽は異なる道を辿っていくべきだと考える者も,もいたのである。 批判に対する彼の反応はそっけないものだった。評論家の言うことに耳を貸してはならない。これまで評論家の彫像が立てられたことなどないのだから、ハメーリンナにあるシベリウスのせいか20世紀の終わり数十年まで来ると、シベリウスは一層好意的に取られられるようになってきた。作家のミランクンデラによると、シベリウスの取り組み方は、 状況の絶え間ない進展の外部に立脚したアンチモダンなモダニズムのそれであるという。1990年には作曲家のシアマスグレーブはヘルシンキフィルハーモニック還元楽団からシベリウスの生誕125周年を記念した作品の移植を受け書き上げられたソング・オブ・ザ・エイン・チャンターが1991年2月14日に初演された。 1984年、アメリカの前衛作曲家、モートンフェルドマンは、ドイツのダルムシュタットで行った講義の中で、皆さんが、求心的だと考える人物は、実のところ保守的だということもあるかもしれませんし、引く。皆さんが、保守的だと考える人物が、実のところ求心的だということもあるかもしれませんと、語ったところで、シベリウスの第5公共曲を鼻歌で歌い始めた。 ピューリッツァー賞を受賞した音楽評論家のティム・ページは1996年次のように書いている。シベリウスについてすぐさま言わねばならないことが二つある。一つは彼がひどく不均衡だということ。もう一つは最良の状態にあっても彼はしばしば奇妙であるということだ。シベリウスのピアノ音楽に対するページの査定を埋め合わせするのは ピアニストのレーフ・オベアンスネスである。彼はこの作品群の出来がまちまちであることを認めつつも、批評の対象とされないことが状態化している現状は、不当であると考えている。一部のピアノ作品を選んで演奏した際に、彼が気づくのは、聴衆が有名作曲家にこれほどまでに美しく、理解しやすいにもかかわらず、知られていない音楽があろうとは、と驚くことである。 2015年12月8日のシベリウス生誕150周年に合わせヘルシンキミュージックセンターは図解と語りによるシベリウスフィンランドエクスペリエンスショーを2015年の夏季に毎日開催することを計画した企画は2016年2017年にも延長開催となった12月8日当日には4ストルゴールズ式 ヘルシンキフィルハーモニック管弦音楽団の演奏で、演奏が、ルオンのタルと公共曲第7番を取り上げた、記念演奏会が開催された。日本においては、菅野博和が1967年に、シベリウス生涯と、作品マイナスを上司している。1986年には、H.I. ランピラの、シベリウスの生涯が訳出されている。 1984年には、日本シベリウス協会が発足し、渡辺明夫が、初代会長を務めた。2015年には、神戸聡が、シベリウスの公共史とその時代神話と音楽をめぐる、作曲家の冒険を出版。また2017年、神戸聡の執筆による、作曲家、人と、作品、シベリウスが、第30回ミュージックペンクラブ音楽賞を、 受賞している。1972年、存命のシベリウスの娘たちが、アイノラをフィンランド政府へと売却した。教育省とフィンランドシベリウス協会が1974年から施設を博物館として公開している。フィンランド100マルッカ紙幣には、2002年のユーロ導入までシベリウスの肖像が描かれていた。2011年からはフィンランドでは、 彼の誕生日である12月8日を旗の日として祝っており、この日はフィンランド音楽の日としても知られている。生誕150周年にあたる2015年には、ヘルシンキ市内を中心に、数多くの特別演奏会や行事が行われた。1965年の第1回から年ごとに開催されている、シベリウス国際バイオリンコンクール、 1967年に除幕されたヘルシンキのシベリウス公園のシベリウスモニュメント。1968年に開館を迎えたトゥルクのシベリウス博物館。2000年のコケラ落としとなったラフハティのシベリウスホールはすべてシベリウスを記念して名付けられたものである。小惑星シベリウスも同様である。シベリウスは1909年から1944年にかけて 日記をつけており、2005年に遺族から未省略での出版の許可が出された。そこで、ファビアンダールストレムが編集を行い、同年にスウェーデン語版が出版されている。また、シベリウス聖誕150周年の記念として、2015年にはフィンランド語でも日記の全編が出版されている。シベリウスの書簡集についても、数巻分が編集されてスウェーデン語、フィンランド語、 英語にて出版されている。フィンランド語で、エ陸リク・タバッシェルナが表した三巻からなる表伝があり、ロバート・レイトンにより英訳もされている。注釈出典ありがとうございます。